夕媒少女は川端康成の短編小説。海岸の保養地を舞台に夕媒のように美しい少女と胸を患う少年の悲しい恋愛とその二人の結末を眺めていた不思議な性格の摂取症の女と少女の肖像画を描いた画家夫婦の絡まりを一人の男の視点で描いた物語。夕媒の海辺で振り向いた少女の画像が 印象的な、悲しく美しい思向きの作品となっている。作中に登場する、夕媒少女は、川端作品に通じる主題である、純潔な少女の象徴ともなっている。2008年1月26日に、船引き魔女監督により、オムニバス映画、夕媒少女の4話目として映画化された。1936年、スター社発行の雑誌、3 3 3 2月号に、 掲載され、翌年1937年6月12日に草原社より観光の雪国に収録された。その後1946年4月25日に単行本、夕梅少女が単調書房より観光された。なお、1977年観光の修営社文庫版などは夕梅少女と表記されているが、1980年観光の審判。 川端康成全集第五巻では、現代通り、夕映え少女となっている。海岸が近い松林の別荘保養地にやってきた、セヌマは、ある日曜日の夕方散歩中、海岸で、美しい少女を見かけた。自転車を止めて、弟と一緒に夕日を見ていた少女がこちらを振り向いた。瞬間、セヌマはこの前見た、展覧会の絵の少女が彼女だとすぐに分かった。鷹のように光っている。 目の美しいその少女は、坂見という家の霊場で、体の弱い弟の雇用のため、別荘のある、この地に住んでいた。セヌマの昔の知り合いの春子は、画家の夫、松本と共に、坂見や別荘の隣に住み、松本が少女の肖像画を描いたのだった。セヌマが宿泊している、カッ旅館、松葉館の女中、おえいは、働き者の陽気な女で、 稲と庭でごろ寝してしまうような野生と健康的な体だったが、どこか冷たいような影があり、実家の肉親への愛着も薄いようだった。セヌマは、そんな野蛮な美のおえいや、海岸で出会った少女に興味を持ち、受け持ちの女中から様々な話を耳にした。おえいには、お客の部屋の前で立ち聞きをしたり、覗き見をする秘密の趣味があり、その病的な癖は治らないらしかった。 おえいの意外な秘密を知ったセヌマには、それが、お境の不思議さに似つかわしいようにも思われ、おえいという女の魅力が生々しく触れてくるような気が、した。松葉間の離れには、六幕園の予語を西洋している、武田少年が滞在していた。武田少年は、坂見家の少女指定と親しく、少女は自転車の後ろに弟を乗せて、訪ねてくるらしかった。竹田少年の部屋の壁には、 あの少女の胸像の絵が飾ってあった。武田少年が静かに横たわって、その絵の少女をじっと見上げているのを、セヌマは目撃した。次の土曜日の夜更け、にわかに旅館が騒がしくなった。坂見家の少女と武田少年が行方不明になっていた。武田少年は胸の病気が腎臓に転移して、 手術をしなければならないのを怖がり、そのことを少女が同情して侵入したと憶測された。人々がうおさおをする中、セヌマはおさかえを見た。おえいは人々の影に座ってポロポロ泣いていた。おえいは少年と少女の恋愛をつぶさに知っていて、その後をつけて侵入を見届けて帰ったのを、セヌマは直感した。二人の恋愛の成り行きを誰にも言わずに密かに楽しみ、 少年少女の血をすすってきたようなお酒をセヌマが見下ろしていると、おえいは、はっとそれに気づいて、うつむけに突っ伏して、激しくむせび泣いた。その延命で残酷な姿を見ているうちに、セヌマは自転車の少女の姿を思い出した。弟を後ろに乗せて、夕梅の空に焦点してゆく少女の絵を描くことを、松本に進める時もあろうと、セヌマは思った。夕梅少女は、 少女と少人の悲しい恋愛と、画家夫婦と、不思議な性格を持つ、宿の女中との絡まりを、セヌマという男の視点で描いているが、このセヌマは、作者、川端康成の分身的な人物とされている。岩屋大音は、この男の視線を、遠くの方からいるように眺めていると表現し、夕映え少女を、人のの名画を見るような、悲しく美しい作品と表しながら、 美しい少女の画像が物語の一つの要になっていると解説している。セヌマの観察者の視点を鑑みながら、夕映え少女を近獣の主題の明確な発展だと考察している。三島幸夫は夕映え少女では感能的な女中、おえいの体に作者の目が食い入っているようでいて、実はそれよりも摂取症癖のあるおえいの目に作者の目が食い入っているとし、しかしそれは、 近重の主題が客観性を得たと簡単に言えるものではなく、さらに錯綜して苦しみを増したと説明している。そしてその複雑さについて3等は、おえいの性格の秘密がおえいにと捨て無意識なものである限りにおいては、作者の目を逃れることは不可能であり、おえいの秘密が作者にと捨て基地のものであり、意識されている限りにおいてはおえいの目には、 作者の目がついてくると三島は解説している。そして、三島はその理由について、作者、川端自身の目は、未知で、不価値である、命の確信、命それ自体以外のものに対しては、多かれ少なかれ、それらの持つ眼差しに、苦くいたたしく混じってくる習わしだからだと説明し、この、夕映少女では、お境を通じて、近重の苦痛が二重の苦痛になり、ある意味では、 救いわれ、ある意味ではますます、救い日がたくなっていると論考しつつ、それは、お映画それ自身一匹の金獣でもあるからだと、その二重性について解説している。夕映え少女は、1936年の初出作品であるが、1946年4月25日に、単調書房から刊行された単行本には、他に6編の短編が収録され、それ以降の文庫本には、 これら同作品が収録されるようになった。それらには様々な階層の女性や少女の繊細な心の動きが描かれており、その中に作者川端の老い立ちの影が伺われる作品群となっている。以下に主な概要を記載する。1936年雑誌雄弁8月号に掲載。1937年7月20日に。 竹村書房より単行本観光。本案作品1936年、雑誌、改造1月号に掲載。1937年6月12日に、草原社より観光の雪国に初収録。本案作品1935年、雑誌、改造10月号に掲載。一部に、伏せ字が行われた。1936年12月27日に、 改造者より観光の花のワルツに初収録。1938年雑誌改造4月号に掲載。1939年12月19日に改造者より観光の川端康成選集大休館に初収録。1932年雑誌サンデー毎日臨時増刊新作大衆文学11月10日号に掲載。 1934年12月25日に、竹村書房より刊行の、序城下に初収録。本案作品1940年、雑誌、中央公論1月号に掲載。同年12月20日に、新性格より単行本刊行。ありがとうございます。